自分の桃の上、桃の上で必ず親指を使ってこうです。こう。そうそう、少し上に上げるように。こう。こうじゃなくてこう。こう。棒立ちにならないように、こうして少し前傾します。少し、最初から少し前傾していって、ここがこう、はい。手では上げないでください。手では上げなくて、背筋を使う。はい、自分の背筋で手はこう上げていく。そうする、そうそうそう。そうするとこれが動かない。背筋で上げて目の高さまで。こう。これが、これをこう上に上げながら少し体を前に行って、ここを締めて、こうして、こうやって、こうした瞬間に左にこう円を描くようにしてパンとこう。こう。進みながらこう。いっす。はい、もう一度、今ちょっと待ってください。今この足を軸にして下がったから向こうに行ったんです。本当は正中線はこれだから、私の、そうそう、私の目を見ながら、これを見ながら下がってください。これを見ながら、まだこっちに寄ってる、うん、見て、これを見ながら下がる、後ろに、はい、下がる。そうです、はい、絶対にこれを中心には下がらない、はい、足を中心に下がると向こう側に寄ってしまう、はい、1、はい、これから、はい、1、はい、そうそう、後屈立ちに近い、少し狭くして、で次は前屈を向こうにしますけど、前屈をするときにはこの足を引くんです。引いたらこう倒れそうになるから、それで前に、そう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 、それで、で中心がこれだから、ここに来る、そうだから足を引く。その足を引くというのは、この倒れる力で前に出てる、はい、よし、斜めになってます、こう斜め、この最初のこれはアギドと同じで捕まえて、こうしてやって手を開いて、こうです。これを、こうしたならできません。ですから、必ず手を開いて、手から上に上げるように、こういきます。で、上げて、こう掴んで、いいですか、こう掴んで、ここから行って、自分の肩に担いで投げます。これがこの方の分解です。こうします。これは非常に小さくしてますけど、大きくはこうです。肩の中ではこれだけです。これだけやります。で、これはこれで受けて、こう受けて、こう受けて、自分の体を中に入れて、これで当てて。だからこうなってるんです。これは必ずこれで受けて、なんでダブルでやるかというと、こうしてやって相手の肘をつかめる、で自分の体を中に入れて、こうこれでやって、難しい時は両方つきたいからこうしてやってるんだけども、これは両方ついてるわけじゃなくて、これが主体。これは別に当たらないでもいいです。こうしてやった場合には、失敗したときには、反撃がすぐこっちに来ますから、だからこうなってます。だけど、つくときにはこうしてつきます。
わかりますか、どうしてついてるか。体験してください。いいですか、こうやってるでしょ。あなたたちはこうしてついてる。これをサンドイッチという、こう、こうサンドイッチを作るようにこう、こうしてこう作る。だからこれで受け、実際に受けられない。受けるっていうのはここからこう、こう、こう、ここで、ここでこう、パッとこうしないと。でこれで自分の正中線を守る。つくときはこうしてこう伸ばすときに、これ伸ばすときに腕では伸ばさない、ここで伸ばす。これをね、こう、そうそう、ここにへこみを作るわけ。そうすると力が相手に、そうで、へこみを作ってこうで、二段突きするときは逆のことだ。二段突きをするときはこうしていってですよ、これを引くときに、これがいいですか、これが前に出る、これが前に出るから、はい、引くときはいいですか、引くときはね、引くときは体を前に、体が前に出てくる、こうではない、逆、こう、これでバックする。だからこれを早くする。これがバンとやったときに、バンというような感じ。